私が声を失ったのは中1の夏だった。喫音症の原因は親の離婚やいじめ、自信のなさ、極度の緊張、遺伝という人もいる。だけど本当のところはよく分かっていない。症状は人によって違うけど、特に多いのは母音、つまりあいうえおが出にくいこと。あのとかうんが言いづらいから初めの言葉が出てこない。自己紹介の時は、はい、次は宮島、自己紹介して。みやじじ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 じ
喫音には連続型と軟発型の2種類がある。連続型はいません、こんな感じでとにかく言葉が連続で出てしまう症状で、軟発型は空気がなくなったみたいに一言も喋れなくなる。成人の100人に1人がこういった症状に苦しんでいる。それでも歌は普通に歌えたりする。ひさめに打たれて鼻たらし、私は右手。ゆっくり喋る練習をしたり、症状を和らげるために抗不安薬が処方されたりするけど、まだ明確な治療法は確立されていない。美容師との会話がこれまた地獄。かゆいところはありませんか？はい、声が出ないっていうのはストレスになる。はい、宮島、この問題解けるか？はい、この、は授業中に不意に当てられても答えが分かっているのに答えられない。だから1年もすれば学校で授業中に当てられることもなくなる。たまに調子がいい日はスラスラ喋ることもできるけど、調子の悪い日は一言も出てこない。もちろん面接を通過するのは難しいので、バイトに受かるのは至難の業。無言で電話を切ったこともたくさんある。どうしても声が出ないときは紙に書いて意思を伝える。それから私は喫音症を受け入れることにした。声を使わない仕事に就きたくて勉強した。大学進学後私は小説家になった。みんながカラオケに行っているときに文字を書いた。みんながカフェで雑談しているときに文字を書いた。打ち込むというよりはすがっていたのかもしれない。それでもこの症状のおかげで今がある。今日の授業は終わり。また来てね。